時ゾクゾクするような、戦い、ぜひ決勝楽しみにしておいてください。さあ、お待たせいたしました。マイレビプレゼンツ第5回 e スポーツジャパンカップ、続いての競技はこちらです。鉄拳タグトーナメント2、男性部門の後半戦。それではトーナメント表をちょっと振り返ってみましょう。残っているのはこの3人でございますね。まずはこの勝ちサイドの、3人じゃないな、4人ですね、失礼しました。勝ちサイド、のび、そして青、この2人がですね、のびと青が勝ちサイドで準決勝を行いますね。そして、負けサイド、敗者復活戦サイドでペコスとユウが戦うということでありまして、勝ちサイドの方の準決勝、並びにこちら負けサイド、敗者復活サイドの準々決勝ということで、この4人が激突するわけであります。さあ、それでは選手の入場です。まずは A コート、ナチュラルズ北海道、中山大地のびー。そして対するはゲームス沖縄、阿部明弘、青。さあ続いて B コートです。イートークス千葉、勝陽太、ペコス。そして激突するのは戸田サイクロティクス、加藤裕二、ユー。さあいよいよ佳境を迎えての戦いであります。さあ実況、はめこさんお願いします。はい、先ほどに引き続き実況させていただきます。はめこです、よろしくお願いします。はい、というわけですね、A コートの方では、勝者側トーナメント、ウィナーズトーナメントの決勝戦、ナチュラルズ北海道のび、そして対する今回から参加の、ゲームス沖縄青、この2人による試合ですね。そして B コートの方ではルーガーズトーナメントの準決勝ということで、B6 千葉ペコス選手と、そして戸田サイコロティクスユウ選手、この試合が行われます。さあもはやスタンバイの方は大丈夫そうですね。それでは、鉄拳タッグトーナメント2、男性部門後半戦いってみましょう。レディーファイト。Get ready for the next battle. 1P 側がナチュラルス北海道のび、前回大会で優勝しており、またワールドサーバーゲームズなど世界的な規模の大会でも活躍を見せているこの男。そして対するはゲームズ沖縄青、こちらも世界規模のトーナメントで優勝を果たしている超上級者同士によるこの試合。さあ選ばれたステージはですね、今現在の画面の奥にある、岩で囲われている崖の部分が壊れるというちょっと特殊なステージになります。さあここで青はリサにチェンジ、そして中盤からここでノビもドラグノフにチェンジ、しかしこの攻めようとしたところに置いてある青の方の浮かせ技が非常にうまい。壁に追い詰めて両パン投げ、ロケットパンチ、ここでミゲルにチェンジしてさらに置き攻め、ダウンザヒット、これは惜しいか、壁までいければ一気に決まる。さあこれが鉄拳タッグトーナメント2、一度浮いてしまうと非常に大きなダメージを見込むことができるので、この浮かせ技、相手を空中に浮かせる技の当て方が非常に重要になる。さあ反撃しっかり有利を取って下段、このままチェンジをさせたくないな、のび、しかしここで青もうまくチェンジ、側面に壁があったのでこのダメージです。満タンから一気に奪ってしまう。さあ1試合目、早い試合展開で窮地をかけたのはのび、青としてはまず1ラウンド落ちて、気持ちを落ち着けたい。これはガード反撃に控えている、潜る形で中断。さあノビは
サイドチェンジせずにラストで戦っている。やはりそのチェンジがバレてしまうと、まあ、浮かさだなどをその隙にもらって大ダメージを奪われてしまうので、いやはー制御させずに、まあ、なのでそのチェンジをタイミングを相手に悟らせないことが非常に重要なポイントになります。先ほどね、3ラウンド目でノビがトビのドラグノフを一気にやられてしまったのも、まあ、あえてチェンジをせずドラグノフのままで戦おうとしたところにこの青の技がうまい具合に刺さったと。さあアドリブからの壁コンボが完璧。ここで青はどこかでチェンジしたいが、おっとあえて投げていく。ここでチェンジするでしょう。さあこれミゲルが登場。体力半分以上プラス練習状態。さあこの変わらずに見逃していない。カウントからドラグノフ、そしてラース壁を壊して浮き攻め大ダメージ。さあこのチェンジは仕方なしのチェンジだった。これを見逃さないノビ。さあ1試合目を先取したのはナチュラルス北海道ノビ。ここで青はスイッチセレクトしていく模様です。さあ青が選ぶのはどのステージなんでしょうか。悩んだ結果決めたのは若干広めのステージですね。 Get ready for the next battle。 まあこの青というプレイヤー非常に防御力に勝てていると言われているプレイヤーでして、守るのは非常にうまいですね。なのでこのディフェンスで選ぶのかなと思ったんですけども、ここは壁やりを選択していきました。さあそこにどんな狙いがあるのか。カウンターからここでミゲルにチェンジ、空振り見逃さない。ダッシュから踏み込んで浮かしていく青の強気な一歩の攻め、決まれば KO と。その体力見逃さずに攻めていきましたね。カウンターからここはミゲルにチェンジ、空振りは見逃さない。カウンターヒット、これは美味しい。カウンターでいく、バウンドからラースからさらにドラグノフ、このダメージ、これはもはやチェンジするしかない。しかしこのチェンジ読み切られている。お攻め、おっとなんだ、攻めが終わらない。さあこれで1-1、有利を取って接近戦だが冷静に、まあ、接近戦をねするとやはりこの相手の置き技、あらかじめ置いてくるに出す技を食らってしまいがちなんですけれども、ノビはこの攻めながらもそういった相手の置き技をガードするのが非常にうまい。さあここでノビは冷静からラースにチェンジ、素晴らしい。相手の暴れを読んで横移動、ここから打たせてここまでさあ大きな笑い声が響き渡りましたけれども、これはミゲルの特殊行動でですね、チェンジギアの隙をこれでカバーできると。しかしノビがペースを握ったまま一気に試合を練習していく。さあこれでノビがリーチ、アウトしてはまずこのラウンドを取りたい。ドライガードしている。さあノビのドラグノフも残り体力わずか、これは決まるでしょう。さあこれで 2-2、 2試合目のファイナルラウンドです。中段からダメージを稼いでいったのは青のミゲル、空中と見逃さない。さあこれで食べたいに追いついてくるのだが、オスを攻めようとしたところノビの技が置いてあった。それでミゲルはここに体力わずか、おっとチェンジしている。空振りしてしまったか、相打ち反撃
投げが通る。顔を爆発させてから送り攻めはオッポ、なんとかしのいだ。ノビここでラースにチェンジ、カウンターヒット。壁際位置が入れ替わっている。さあどっちの技が当たるんだ。相打ち。さあここで青は体力、遠くにあるミエルを出してきた。しかし投げ抜けている。さあ一発で決まりかねないこの体力。カウンター、有利を取って。さあ時間も残り少なくなってきた。いきます。投げ抜けている。いきます。さあこれは体力どうだ。おっと、うおー、最後の青の魂の下段で削り取りましたね。さあこれでタイムアップで勝利して 1-1。 さあの体力のドットのせめぎ合いですね。まあ残り体力多い方が勝つんですけれども、まあ、あの普通の格闘ゲームと違って、鉄拳タッグトーナメントとは2キャラクターいるので、その合計値になるわけなんですけども、まあ、そのせいもあって非常に見切りにくかったんですけれども、あの最後の下段で計算していたんでしょうね。素晴らしい。さあこれでウィナーズトーナメント決勝戦決定戦です。Get ready for the next battle. さあこれでこの試合に勝った方が決勝戦に駒を進めることができる。注目の一戦、よろしくお願いします。さあ選ばれたステージは一人が選択させているですね、非常に狭い、あれまで行きやすいステージです。特にモミが使っているドラゴンというキャラクターは突進力がありまして、相手を押し込んでいくのに長けたキャラクターなので、まあこのステージを活用しやすいと言っていいんじゃないでしょうか。さあここで置き攻め、青が選択したのはロケットパンチ。これはたまらずハンドクラッシュでチェンジしていったのはノビ。さあ横からプレーして壁割りいく。このラウンドは青ペース、冷静に相手の起き上がり下段キックをガードして反撃する。ラウンド選手、さあこのラウンドは開幕から伸びで伸びから一気に接近して投げていく。勝手に勢いを使ったこの勝ちだと言わんばかりの展開。さあ壁際に追い詰められかけている青としては技を出して入れ替えていく。これは空中ヒット、バウンドして、ここでラースにチェンジ。さあ空中ヒット、これは嬉しい。バウンドして、ドラゴンを出して、ラースの空中コンボ、非常にダメージが高い。ここで青のアイスは残りたいわずかなんですけども、受けありげなキック、あえて出してきましたね。さあここで逃げるチェンジ。完全にこの空中コンボの最中に完全にチェンジして、逃げるというのは非常にでかい。さあまた壁コンボ。ここでチェンジしている。ノビ青は一層受け上がるガチェンジするタッククラッシュですね。これを使って安全チェンジ。さあお互い交錯する。ここでナースが登場。時間がわずかだぞ。どうだ、これはガード CU、 こちらのガード、これは逃げ切り体勢か。ノビさあその目論み成功。これで 1-1。投げが通っている。さあまたしても接近戦ですけれども、青の下段ガードが光りますね。おっと突っ込んでいたのは青、耐えていきましたね。さあこれ逃げるチェンジ。おっと対策がしっかりしている。運転の3発目を左のコイルでかわして最大級の反撃を決めてきた。おっとこれはレイジ状態のアリサ、大ダメージだぞ。いきます。下段から上段で空気を取って攻め込んでいったのは青。おっとこれはめちゃくちゃ減る。壁まで行って壁コンボもマニアックかつ大ダメージのつなぎ。キャンセルからターゲン。
さあ青も負けてはいない。2発目下段、これは置き攻めがどうなる。下段だ。さあ削り取って決定戦に先にリーチをかけたのは青。さあ相手の技の空振りにどれだけ高い反撃を入れられるか、非常に鉄拳プレイヤーのスキルとして重要なんですけれども、完璧でしたね。最大限の反撃を削った伸び。しかしこれ投げが通って、さあラストリエルにチェンジしています。壁に追い詰められているのは青。さあこの壁際の攻めをどうにかしのぎたいが、逆に攻める形で位置を取り戻していった青。しっかりガードして体力状況はほぼほぼ。おっと空振り、見逃さない。これは決まる。さあウィナーズトーナメント勝ったのはゲームス沖縄青選手。いやギリギリの試合でしたけれども、ギリギリの部分まで最後まで集中し続けた青の横移動からのアッパーが非常に冴え渡りましたね。さあこれで、ウィナーズ側で決勝戦に駒を進めたのはゲームス沖縄青選手。そして、次の試合ですね、ルーザーズトーナメント敗者側のトーナメントの、決勝戦が行われます、こちらは、B コート